はい、どうも、皆さん、こんにちは。ロードです。フォートナイトの世界に来ているんですね。最近フォートナイトをよくやるようになって、結構な影響を受けています。好きこそ物の上手なれという言葉があるんですけども、僕はそれに当てはまらないタイプの人間でして、非常にトンカツが取れない。てか、トップ50も難しいんじゃないかな。まあ、そんな私なんですけども、チームランブルなんかを利用して、いつもデイリーチャレンジをクリアしているんですけども、と、今回のデイリーチャレンジ、こちら、ソロでトップ50に入るを3回も繰り返さなきゃいけないわけですね。きっつ。ということで、非常に舐め腐った考え方なんですけども、楽してトップ50に入りたいんですよ。あともう一つ。今ちょっとモンストのイベントがあって、ハセノと、やってて、ちょうど今35回を攻略してる途中なんで、それも終わらせたいなーっていう感じではあるんですね。ということで、今回ちょっと極限まで楽してトップ50、入る方法を見つけてきました。はい。今回の企画はですね、ずっと放置したら、トップ50いけるんじゃね？大変映像が映えない企画ですので、皆さん音だけを楽しむという動画になりかねないですね。はい。今回はそんな企画です。じゃあ早速プレイやっていきましょう。で、こっからもういじりませんね。はい。でも、こっからもう戦いは始まってるんですね。皆さん、フォートナイトにおいて場所取りって非常に重要だと思うんですけど、今回私は場所を取ってもらう。さあ、降りましたね。ちょっとだけ視点変更しようか。ぐるっと。ああ、その辺りか。てか待って。同業者の方が3人いる。この人たち釣ってくんないかな。いや、さては同業者、下でもう準備してて殺しにかかられる説はある。うわ。これきついな。あ、でも離れてってくれた。撃たれてるね、もう。さあ、63位まで決定してる。どんどん人が減っていくと。さっき撃たれてたのを気にかけるとすると、ちょっとまずいんじゃないかな、今回は。あ、待って、50位以内入ってる。すげえ。終わった。動画が短いです。あ、近くに降りたね。殺されるね、これは。僕そろそろ殺されてもいいと思うよ。うん、あれだな。今回遊んでるサーバー結構放置に寛容なサーバーだな。非常にシュールです。もう50以内入ったからそろそろ動きたいんだけどいいかな。あー、迫ってきてる。うわ、待って、ダメージそんなじわじわくるの。4、3、2、1、0。放置で18位取れちゃうんだ。ただね、1回やっただけの検証っていうのは、ほぼほぼ無意に終わるんですよ。何か言いたかっていうと、もう1回やろう。結構同業者がいる。画面に見えるだけでも、1、2、3、4、5人。はい、私を含め5人います。皆さんこの手の人間なのでしょうか？っていうか思ったけど、この企画誰かやってそうだね。この人何なんだろう。めっちゃ近いよね。めっちゃ近いところがもう僕のグライダーに足めり込んでるしね。あ、待って、動き出した。動き出した。さあ、これはこの人に無慈悲に殴り殺されてしまうんでしょうかね。あ、殴り殺されますね。殴り殺されてますね。死にましたね。今回の経路はやばいかもしれん。ロンリーロッチか。きっついな、これちょっと。名前付けの地名直下に降りるって相当やばそうな感じするけど。まあ、そんなこんなしてるうちに65人突破。これはあるか？いや！来てる！あー！ん？ヌーブズ？ヌーブズに EQ？ お、さっきのやつやんけ！お、さっきのやつやんけ！いや、まさかここで会うとはな。さっきのやつやんけ。え、何してんの？何その逃げ方。ちょっと待って。
踊るな、踊るな、踊るなって。おい、見られてるぞ。あ、お前何がしたかったんですよ。